よしよし、あ、一点差しましょう、一点ね、うまかったね、たまたま意外に難しいよ、意外の練習なんてしないし、いや難しいじゃん、おばさんすぎて最初に来るやったら大変難しいんだよね、一球目がどっかに来るんだよ、ゆいちゃん次だよ、来るんだったら、あっちだ、シューマちゃん来たらゴロだったらいいんだけど、おばさんで、おばさんすぎて次で回ってくる、今日回ってくる、お母さん、師匠映んだよ、ちゃんと。うちが。バントしてもいいよ。師匠さん、バントやってましたよ。バントやったじゃん。相手チームなんか対抗してきたじゃないですか。何しよう。あのバントしてきたって誰だ、息子さんかね。彼ら中学生だな。おっちゃんの方が散ってます。ラッキーなんて。足早かった。あ、通りできねえ、今日は。前からピッチャーあの人だっけ、うん、そう、いつもあの人、いい時と悪い時とあの人、今日は今日通りそうだよね、うん、カーブ入る、いつもひどい時はカーブ入るみたい、あ、ほんと、うん、ストレートでずっと押してくる感じ、シュートボールが、おぉ通信員ですけど、あんまりこのパグリーンをあれしてる、よーナイスナイス、さあ食べてこ食べてこ、おお、ナイスナイスナイス、通信ちょっと落ちるの、そうそうそう、ボール1個2個分ぐらいでしょ、これストレートの握りでちょっと縫い目引っ掛けるんで、投げ方はストレートなんですけど、だから思いっきり投げる感じなんだけど、ちょっと2個落ちる、ナイスナイス、力がねえから、うん、回転で違う人、スライダーとあのそのツーシームっていうのは、そういうことでしょ、投げ方っていうか、曲がる角度と一緒なので、多分多分当たったら面白い、おやっ、やばいやばいやばい、いやいや、サッカーじゃないからな、ピッチャーがやばいやばい、いやいや、いや、バック、バック難しい、見えなかった、惜しかったね、いいね、お前総裁系、お前高校の時もおったじゃん、お前で、そうだよ、そうだよ、うん、50代いないあれ、一緒もないいない、あ、まあ、もう小川さんたちが思ってたよ、今年51、あ、僕50だから小川さん 51? あ、やばいやばい、あ、OK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 、抜けた、抜けた、あ、いいでしょ、初ヒット、来た来た来た、今シーズン初ヒット、あれ、もう60近いよ、いけいけいけ、今年58だ、マジで？わけ。どうかしてるぜ。58がさ、バースデーヘッドスライディングなんてしないよ。え、どうぞ8キロ走んねえよ。マジで？100キロ走れるよ。え？これ100キロあるよ。あ、5じゃん。面白い。今面白い。すごいよね。俺5キロ走っただけでも、そう、ちょっともう無理なんです。伊藤さん1キロ2分半ぐらい走ってきちゃうからね。マジで？そんなに早いじゃね。おお。面白い面白いね。あ、でも1キロ3分は切れるでしょ、1キロだけ、それ1キロだけだったらいける、いける、ほら何だろうね、その活力、やっぱ当たったじゃんって当たりましたね、当たったじゃんって言われたら余計なことじゃないですよね、たまには使おうよ、ピクシャーやってもいいかんな、チャンスだぞ、42.195 キロ、俺 P5 P5 だよ、あれ、ピクロス一緒、何時間、でも100キロ12時間ぐらい、24時間マラソンやって何にも感動しない時間で、あれ臭いのは